してしま東側パリ4区に位置するパリのノートルダム大聖堂はゴシック建築を代表する建物でありフランスパリのしてしまにあるローマカトリック教会の大聖堂パリのセーヌガシという名称で周辺の文化遺産と共に1991年にユネスコの世界遺産に登録された現在もノートルダム大聖堂は パリ大使教座聖堂として使用されている。ノートルダムとはフランス語で、我らが貴婦人すなわち聖母マリアを指す。パリのノートルダム大聖堂の正面に向かって、左側のポルタイエウには、聖母、マリアの聖母秘正典の主題が取り上げられている。中段では、聖母マリアが、地上における生を得る場面が描かれ、上段で、キリストから祝福を授けられている聖母マリアが、 鎮座している。キリストを中心にして、天使や聖人たちが描かれており、過去、未来、未来という、崩れた構成となっている。2019年4月15日夜に大規模火災が、発生し戦闘などを消失した。翌日16日午前に消火活動により鎮火した。同日に、バチカンのフランシスコ教皇も、ローマカトリック教徒を呼び、 パリ市民のために祈っていると声明発表している。東側を支えるバットレスノートルダムの敷地は、ローマ時代にはユピテル神域であったが、ローマ崩壊後、キリスト教徒はこの地にバシリカを建設した。1163年、司教モーリス・ド・シュリーによって、現在に見られる建築物が着工され、1225年に完成した。 ファサードを構成する総統は1250年に至るまで工事が続けられ、ボール塔を支えるフライングバットレスは12世紀に現様式に取り替えられた。最終的な竣工は1345年。全長128メートル、幅48メートル、高さ91メートル、内部の新郎の天井高32.50メートルと、 それまでにない壮大なスケールの大聖堂が完成した。全体の色合いから白い貴婦人とも称されている。1789年に始まったフランス革命により他の教会同様にノートルダム大聖堂も襲撃を受け、大聖堂を飾っていた歴代の王の彫像が破壊されて埋められた。この彫像群は1977年に工事の際偶然発見され、 現在では近くにあるクリュニー中世美術館に展示されている。ファサードを装飾する彫刻、屋根の塔、その他多くの部分は19世紀のゴシックリバイバル機にウジェーヌエマニュエル・ビオレル・デュークによって大幅に改装されたものである。1831年のビクトル・ユーゴの小説、ノートルダム・ド・パリの舞台になった。着工当初は、 弱いまだロマネスク様式が優勢だったので、ファサードの一部、すなわち、正面向かって、右側のポルタイユに、ロマネスク的な痕跡があって、半円形アーチを、ポインテッドアーチに無理やり改造したような跡がある。また、新郎と側楼を隔てるアーケードを支える柱として、一部に、ロマネスク的な太い一本の円柱となっている部分が、見られる。これらは着工して間もなく、 建てられたもので、後に建造されたものでは、複数の円柱を組み合わせたピアの形式になっている。一方、ボールトを下から見ると、アーチが抜印状に交差する4分ボールトだけではなく、中央を横切るアーチがもう一つ加わり、印状になったものが多用されている。これは6分ボールトと呼ばれるもので、初期のゴシック建築によく見られた。中期以降のゴシックでは、 より簡素な4分ボールとを貫た構造が採用されることが多い。以上のように、パリのノートルダム市教座制度は、建築様式の観点からは、ロマネスク様式のテイストを一部に残した、初期ゴシック建築の傑作といえる。一般に、ゴシック制度は完成までに数十年から数百年を要するため、各時代ごとに微妙に異なる様式が混在している。 場合が多い。それも、基本的に左右対称型を試行しながら、左右で、建造年代が違うために細かいところでは、微妙に異なる場合もある。ポルタイユや、ステンドグラスに、何が描かれているのかという視点である。ゴシック建築は、彫刻や、ステンドグラスを駆使して、聖書や、聖人伝の様々なエピソードを表現している。パリのノートルダム大聖堂では、 とりわけ、三つのバラ窓のステンドグラスと、正面ファサードの三つのポルタイユの上のレリーフが、重要である。登場部の回廊の手すりには、キマイラの彫刻が魔除けとして据え付けられている。下方から、ダイアーケード、トリビューン、高窓の3層構造となっている。水平的分割線が見られず、分断されることなく上昇する昇園中群が目立ち。 垂直線が強調されている。初期ゴシック建築では4層式が一般的であった。そのため、ノートルダム大聖堂も創建当初は4層構成にされており、トリビューンと高窓の間にもう一つの層があった。しかし、ノートルダム大聖堂の場合、左右の速廊が二重で五楼式走りカ形式であるため、中央新楼部に 十分な光が入ってこなかった。そのため十三世紀はじめ、外交をより取り入れるために、高窓部分を拡張し、三層構成に改造された。こうして、十三世紀の大聖堂では、例外的にトリビューンを残し、最高のため、高窓を下の層まで大きく伸ばし中間層が取り除かれた構造となった。速楼が二重にされ、 またトリビューンもあえて残されたのは多くの人々を収容したいという思いからだと考えられている。実際に大聖堂内には9000人をも収容できトリビューンには1500人もの人々が登れるようになっている。パリから各地への距離を表す時の起点はノートルダム大聖堂の前が起点となっている。世界的に著名な歴史的建造物であり 歴史的にも多くの祝賀行事や記念式典などが開かれてきた。建物の所有権はフランス政府が有すもののカトリック教会の使用権が認められている。ノートルダム大聖堂の歴史は1163年国王ルイ7世臨石のもとローマ教皇アレクサンデル3世が祖先を据えたことに始まる。建築工事の大半は司教モーリス・ド・シュリーとその後継者。 オドンド・シュリーが指揮をとって進められた。12世紀末から13世紀前半にかけて、ノートルダム寺院は西洋最大のカトリック教会とみなされた。夜の大聖堂のファサード。上部にユダヤとイスラエルの王28名の彫像が並ぶ。左側から聖母、マリア、最後の審判、聖アンナの門となる。1789年のフランス革命以降、 自由思想を信奉し宗教を批判する市民により、大聖堂は理性の神殿と改められ、オペラ形式の理性の祭典が行われたり、キリスト教会への破壊活動、略奪が繰り返されていた。1793年には、西正面の3つの戸口を呼び、王のギャラリーにあった彫刻の頭部が地上に落とされた。 ノートルダムの歴史を語る装飾が削り取られ、大聖堂は廃墟と化した。その後、ビクトル・ユーゴーのノートルダム・ド・パリの出版が国民全体に大聖堂復興運動の意義を訴えることに成功し、1843年、ついに政府が大聖堂の全体的補修を決定した。1844年、 ジャンバティスト・アントワーヌ・ラシュスと、ウジェーヌ・エマニュエル・ビオレル・デュークに委任が決まり、1845年に修復が開始された。1857年、共同修復者のラシュスが死去。その後は、ビオレル・デューク単独の作業となった。1864年に修復は完了した。ビオレル・デュークは、1330年の、 ノートルダム大聖堂を想定し、その完全なる復元に努めた。大規模な修復の一つが、大聖堂の交差部にあった戦闘の復元である。この戦闘は落雷で、たびたび炎上し、倒壊の危険があるため1792年に一時、撤去されたが、ビオレルデュクラが修復に乗り出した。ビオレルデュクによる戦闘の復元案は、全体の高さを以前よりも、 約10メートル高く設定し、デザインもより豊かなものとなった。さらに、最も大きな変更として、戦闘機部を囲んで、福音鹿と十二シットの彫刻が付加された。ビオレルデュークは、生トマ像のモデルとなり、自らデザインした戦闘を見上げるポーズをとっている。2019年4月15日の火災、改修工事用の作業足場も映っている。 着工850周年プロジェクトノートルダム大聖堂は2013年に着工850周年を迎え、そのプロジェクトの一環として、北東と南東の金の鋳造やノートルダム大聖堂前の広場の整備、屋内照明の改修などが行われた。金の鋳造は大聖堂の18世紀末の金を再現するもので、万首圏のコルニユアバール鋳造所とオランダの ロイヤルアイスバウツ鋳造所で9機の金が鋳造された。その費用の200万ユーロは全額寄付金で賄われ、金は2013年3月23日に披露された。大規模火災の発生2019年4月15日の夕方に大規模火災が発生し、屋根の先闘が崩落した。フランスのメディアでは現地で実施されていた。 改修工事による火災の可能性があると報じられている。寺院に保管されていた文化財、美術品の一部は消防士により運び出されるなどして消失を免れたと発表された。巨大なパイプオルガンも無事だった。ありがとうございます。